チャパクアのダウンタウン。チャパクア駅前に駐車して、ニューヨーク市内へ通勤。チャパクアは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ウエストチェスター郡北部のニューキャッスル町にある、コミュニティで、米国国勢調査指定地域にもなっている。チャパクアは、ニューヨーク市の北約50キロメートルにある、ハドソン川の東岸にある1.2平方キロメートルの土地にある。この集落には、 メトロノース鉄道のチャパクア駅がある。ニューヨーク州議会では、ニューヨーク州議会の93区にあたり、ニューヨーク州上院の40区にあたる。アメリカ合衆国議会では、ニューヨークの17区になる。チャパクアは1730年代に、クエーカー教徒のグループによって設立され、以前のニューヨークトリビューン氏の編集者であり、米国議会議員であるホレスグリーリーが自宅を構えて、 現在はグリーリーハウスとしてアメリカ合衆国国家歴史登録財になっている。2000年の国勢調査によると人口は9468人、世帯数3118で、家族数は2687であった。人口密度は389.7平方キロメートル、1 9 8平方マイル、住宅の個数は3181で、 住宅の平均密度は130.9平方キロメートル。人種別統計は白人91.80%、アフリカ系アメリカ人0.94%、アメリカ原住民系0.03%、アジア人系5.62%などであった。ヒスパニック系2.55%、イタリア系14.3%、ロシア系11.4%、 アイルランド系10.6%、イギリス系6.0%、ドイツ系5.7%などであった。住民の第一言語は、英語話者が92.4%で、スペイン語話者が3.6%、イタリア語話者が1.0%であった。1990年代後半から、ビル・クリントン前大統領とヒラリー・クリントン前国務長官がジャパクアに住んでいる。 チャパクア10人の親は一般に教育熱心で、ホレスグリーリー高校を含むチャパクア中央、教育地区に対する期待が大きい。メトロノース鉄道ハーレム線のチャパクア駅があり、ニューヨーク市内への通勤には、これが利用できる。道路は、ソーミル川パークウェイとニューヨーク州道120号が、通っている。ありがとうございます。